皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月8日、昨日、ジャニーズのその性加害問題に関するニュースでですね、報道ステーションで見ているときに、救済金のお金、どこが出すのかなと思ったときに、もしくは、言ったかな、言ってないかな、頭の中のハッキングの方だったと思うんですけど、コンピューターが自動 で現場に伝える。で、髪の毛金髪の方が、本当は国っておっしゃってくれてたんで、救済金に関しては国からの支給だということがはっきり分かりました。ありがとうございます。申し訳ないですけど、その金髪の方のお名前、ちょっと覚えていません。ああいうふうに答えていただけるだけでも、世の中の現状分かりますので、あと、国からの税金ということなんですけども、そこにね、疑問を持たれる方がいらっしゃったら、自分がもし被害者側だったらっていうことを考えてみてください。そしたら、ものすごくひどい目に遭ったりした人が、結局、お金という形でしか救済って基本的にできないと思うんです。で、それすらもなかったらね、自分たちはずっとやられっぱなしで終わるのかと。世の中ってこんなものかと、こういうことになってしまいますのでね、東日本大震災の時に、多くの寄付金、海外の方含めて、出していただいて、1兆円突破しました。数年かけて寄付金が、だからそういうものと同じだと考えてください。国家賠償法なのか、どうなのかはちょっと細かいところは分かりませんけども、国家賠償法っていうものは、簡単に5条ほどのもので、国が行ってきたことに対する責任は国が償いますというような形で、救済金のあてがそういうふうなことになってるのかなとは思うんですけど、だと思うんですよ。国家賠償法で、国からお金を出すという形だと思うんです。それとも、他に国がお金を出す方法としては、賃金の不払い等で、労働基準局に駆け込んで、会社にお金がないから、国がお金を代わりに支払いますぐらいしか私の方ではわからないですね。他にも方法あるかもしれませんとしか言えません。私も自分の知ってる範囲でしかもの言えませんので、とにもかくにもそういうことで、途中で東山さんがね、私からの提案でね、例えばジャニーズの中居さんもそうですけども、昼間に報道関係の番組を担当してるじゃないですか。で、朝は、土曜日かな、日曜日かな、僕はそれで起こされたくないんですけど、私からの提案で作っていただいた報道番組で東山さんが、出ていると。今回ジャニーズの新社長として就任されてはいるんですが、そこで、将来、ジャニーズの社長になることも想定してぐらいのことを私がテレビに向かってこれは言った方ですね。で、それだったらこっちが潰されるって、東山さんがぼそっとおっしゃってたんですね。で、だからその辺のところは、そこまでこちらも狙っていなかったというような形で物事を済ましといた方がいいんですかね。正直ね、ジャニーズで誰が社長になるかっていうのは、それはもう、こちらの方でわからないですよ。で、それこそ会社内で誰が社長になるのか決めることであって、外部から言えることは一意見であって、結局、報道関係は複数の人間が担当しましたから、そのね、
まあ、報道番組でも正直間違いでニュース放送しますよ。例えば太陽光パネルの廃棄、数年後に60万トンの廃棄が出てくると。もう数字からしてもうめちゃくちゃ、一応ここでは見せておきますけども、太陽光パネルね、まあ、いろんなタイプがあるんですけども、基本的にまあ、こういうふうなペラペラのものもあります。これ何グラムだと思います？こちらはバッテリーですよ。これ重たいです。ね。で、太陽光パネルでも、透明のね、グラスを使用した太陽光パネルもあります。それはちょっとした重量はあると思いますけども、ワイングラスとか皆さん持たれたことありますか？軽かったでしょう。陶器のコップよりもだいぶ軽いんです。だから60万トンっていう数字が、下の土台の金属の部分だったりだとか、そういうふうな設置の仕方されてるところはされてますよね。そういうふうなところの重さ込みで、さらにそれ世界中とかの話なんじゃないですか。あの金属とかも入れても60万トンという数字はなかなかいかないですよ。あ、ちょっと話がだいぶ飛躍、いや、だからそういう内容をさも危機感を持って、でまるで煽るかのように NHK のニュースウオッチ9とかでも未だに放送されるんです。何回か僕言ってるはずなんですよ。その数字はおかしいっていうこと。そのまあ、ここも3年前くらいで、もう2年前かな、3年前くらいでもう受け取り拒否ということになったんですが、高島彩ルートで送る SD カードなんですけども、それは池上彰さんとか宇賀なつみアナウンサーとかテレビ朝日のスタッフとか、そういうふうな形にしても受け取り拒否になりましたので、まあ YouTube でメッセージを発するしかなかった。その分で国会とかにも話を通して、まあ、世界の外交関係に関しては、ものすごい成果を上げてきました。安倍政権の頃に。菅さんの時は、携帯電話のその通話料に関して、一月のかけ放題プラン、いくらかけてもっていうプランですね。あれがあっても、実際皆さんあんまり電話かけないでしょう。これが世の中の現実ですから、自分のことで手いっぱいになる部分と、まあ仕事をしていたらしていたで、まあ帰ってきてからゆっくりしたいだとか、まあそういう部分あると思うんですよ。で、一回電話かけなくなったら、なかなか電話かけなくなるでしょう。あと特に携帯電話の番号が変わった人とか、阪神淡路大震災とか東日本大震災、特に東日本大震災とか熊本の大地震とか、個人情報保護法が2003年に出来上がってから、連絡は分からなくなるんですよ、一般人には。家族ぐらいでしか、それもね、直系の、父親経由の家族、要するに兄弟ですね、自分の連絡先を確認するのにも、その系列をたどらなかったら無理なんですよ。例えば、今、父親は、私はまだ生きてるんですけども、私の父親は。その父親が亡くなったら、兄弟との連絡のつけ方、わからないです。法的に。法律的にそうなってますから。で、まあ、その保障歯科が急激に進んでるんですけどね、2003年以降、人と人のつながりが、確認がしようがなくなるから。で、まあ、ジャニーズの件からちょっと話それましたんで、話元に戻しますけども、まあ、東山さんも大変な道確保して、歩まれたんだと思います。で、やっぱりね、やっぱりこうなったかっていうことは、私としても、この間の、まあ、他のチャンネルのニュースとかも見ながらの結論なんですけど、V6 の井ノ原さん、そのジャニーズジュニアの、部門の社長として就任されてたんですけども、社長イコール、まあ、要するに会社法で役員の方たちに会社の物事を決める権限があるのであって、責任を負われる立場なんですよ、社長とか。まあ、代表取締役や取締役、支配人だとか、理事だとか、そういう形の方たちですね。まあ、役員、要するに、ひとまとめにして役員ですよ、監査含めて。だから、その、ジャニーズジュニアの人たちをね、
多分授業料とかそういうふうなものをいただきながら、まあ、月謝とかそういう言い方でもいいと思いますよ。たくさん受け入れてしまったんでしょう。で、受け入れてしまって、こっちはお金を払った、だけどもデビューさせてくれるって言ったか、通わせたんだって言ってくる、そのジャニーズジュニアの保護者の方たちもいらっしゃったと思うんですよ。で、それについて責任追及され、その後、どん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 なし崩しで、ジャニーズジュニアとして受け入れた、月謝をいただいてきた方たちを次々デビューさせるしかなかった。だからグループはこんなにたくさん出来上がってしまった。もうその時点で物事回るわけはないんですって、本当に。正直、男性のアイドルグループ3つぐらいが限界だと思いますよ。もともと阪神・淡路大震災があって、SMAP の方たちとかも、まあ、淡井圭介関係の話とかもあった。で、その当時、まあ、手持ち無沙汰だった槇原さんが、良い曲を書いたりした、世界に一つだけの花だったと思います。まあ、KinKids の2人もフルーツラーパークに当時働きに来た方ですね、バーベキューコーナーに。で、まあそこで大きく稼げてしまったがゆえに事業拡大に乗り出してしまった。そこは間違いなんですよ。これはジャニーズ事務所だけじゃないんですよ。だから私が働いてきた会社でもういろんなところでそういったところは見受けられます。大きく稼いだんだから、これ余剰金でしっかり置いとこう、これなんですよ。あまり人数増やせない、無理無理無理って。退職金もしっかりと支払えるような体制を取っておきたいって。これなんですよ。もうそれなかったら物事成立しないんですよ。もともと正社員の数が、竹中平蔵さんが経済産業省の大臣、つまり2002年ぐらいですね。その頃にも竹中平蔵さんがサンパレスロッコを私勤務時に来てますから話しました。で、2400万人分台の数しかないんです。2500万人分正社員の仕事がないんですよ。で、歩合出来高の方に生かされても、やっぱり解雇の対象になりやすい。正社員の方が会社に残る。まあ、やっぱり物事厳しい状況にある。歩合出来高。だから住居手当とかね、扶養手当とか、ボーナス売り上げがある時ぐらい、まあ、すごい会社とかでしたら、年間7ヶ月分の、月給7ヶ月分のボーナス支払ってますよ。7ヶ月超えの。まず、こんな会社ありません。で、それでね、家のローンを次々返済していかなかったら、金利がかかりますから、で、退職金っていうのは退職した後にもらえると思うんですけども、その退職金で、嫁さんに、厚生年金基金でしたっけね。じゃじゃ、国民年金と厚生年金と、あともう一つ。直接自分にかけに行く年金。この間まで入れてたんですけど、今もう頭の中おかしになってます。国民年金基金。ちょっとね、名称、僕のホームページの方ではしっかりした内容を書いてるんですけども、40番前後、30番前後、それぐらいだと思います。で、そのあたり見てもらったら分かると思うんですけども、それかけといてあげなかったら、その年金を、まあ、国民年金プラス厚生年金プラス、まあ、他の年金もプラスして、とにかくトータルで2000万円ぐらいかけてなかったら話にならないんですよ。それで月々、まあ、手元に入ってくるお金が15万円あるかどうか。これ、その時の時代によって、一回マクロスライド経済って呼ばれてた時代があって、平成12年。そこでね、年金の受け取る時期が65歳からって法的に変わってる期間があるんですよ。で、それからもう一度60歳から受け取れますに変わって、その代わり、やっぱその掛け金いくら今までトータルで掛けてきた金額に対して月々いくらなのかの話になるんですよ。だから家のローンとかはまだ結構残っているから、まだ60歳超えてもまだ仕事があるから、仕事をしたいっていう方は仕事されたらいいでしょうし、もう60歳で年金受け取れるから、もう少ないけども、もうこれでいいやと。家のローンもあんまりないしと。
まあ、そういうような方と、まあ、いろいろパターン分かれると思うんですよ。で、嫁さんにとりあえず年金かけてあげていれば、嫁さんと2人でね、まあ、男性からの立場でもの申し上げてますけども、2人の年金合わせたら、ね、もし仮に、まあ、なかなかこれはないケースですよ。ないケースですよ。2人とも15万円以上、月々年金があると。そして合わせたら30万でしょう。大富豪ですよ。家のローンの返済まで終わっていたら、まあそれでも大体家のローンとか残ってるケースあります。で、まあけど、賃貸で家賃を月々7万円とか払うぐらいだったら、返済できるじゃないですか。うん、だから、そういうふうな仕組みだから、ごめんなさいね、僕も、モーニング娘。というグループが100万枚、ラブマシンか何かで100万枚売り上げたっていう、当時の番組の放送の仕方はそうだったと思うんですよ。で、それまでモーニング娘。というグループは、最初のデビューシングルだったかな、それが3000枚ほどしか売れてないんです。計算したら分かりますよね。1000円かける3000円だから、ああ、3000枚だから、300万円。それ1曲で、その5名のね、経費と月給、1ヶ月分ぐらい、か2ヶ月分なんとかなります。他に話つけてきた営業とかで動いてる方たちとかの給与とかも必要でしょう。営業の人たちがライブ会場とかを手配したりとかされてるんですよね。基本的に契約書交わして。で、お金支払って。ライブ会場も、その持ち主の、まあ、国だったり、まあ、神戸チキンジョージとかだったら民間かもしれないです。基本的には国ですね。急に100万枚売れても、その後の曲が鳴かず飛ばずのところはありますし、100万枚っていう数字が大きすぎるから、金銭感覚は狂う分があるのか、衣装代とかにたくさんお金使っちゃうでしょう。衣装なんてものは、夏場は薄着じゃないとダメだから、夏用の衣装は必要であります。冬場は寒いから厚着の衣装は必要です。春と秋は同じ衣装でいいでしょう。もうこの3種類だけでいいんです。同じものを着ていれば。その方がお客さんが覚えてくれやすいですから。名前。これはどこのアイドルグループも同じ条件なんです。曲に合わせていちいち衣装なんか作っていたら、経費めちゃくちゃなりますよ。まあ僕からよ。東山さんに言えることがあるとしたら、そういうふうなアドバイスですね。だから、いろんな業界、他のグループがそうしてるから手本にしましょうじゃダメなんです。いろんな社会を見てきて、出来高日給歩合とか、そういったものを経験させられて、人材派遣業者とか、で、正社員雇用の違いとかね、給与の算定表とか知っていて、弁護士さんなしで一応一件勝訴は取りましたけども、この間の内容は、まあ、高等裁判所から棄却されました。この国の闇の部分に関わってるから棄却されたのか、理由ははっきり言ってわからないですよ。請求事項が何なのか、それについての法律が足りてないっていう判断だったんですけども、だから、もしかしたら勝てるのかもしれない。頑張ってその辺の法律名を出していけばね。だから法律名一覧表みたいな形で出しましたけども、それじゃダメみたいなんですよ。文章の書き方はものすごい量になるのと、文章の量をできるだけ、内容を細かく省いたものにした方が良いのだと思います。じゃなかったらコピー代でこちらを持ちこたえられない。もう生活保護ですから。この間その大阪の高等裁判所までの内容で、会社の登記簿を買ったりだとか、コピー代とかと、あと交通費で6万円ほど使ってるんですね。生活保護は、この間まで月々6万7千で、あとは家賃を、まあ、国の方で出してもらえるなんですよ。ただし上限は4万いくらまでです。神戸市内で。で、これも地域によって違うかもしれません。神戸市内の。で、
これはね、各市とか郡とかの単位で、しっかりと聞いてください。各町によって土地代が根本的に違うので、その家賃をいくらまで負担していただけるのか上限、これは場所によって違うと思います。で、現在は物価の上昇に伴って、生活保護金7万7000円、そのお金で食費と、ガス代、水道代、通話料金で裁判しようと思ったら絶対パソコンがいる、 Wi-Fi 通さなきゃなんない、 Wi-Fi の月々の料金、もうこの時点でね、すごい節約生活をしなかったら裁判できないんですよ。でも僕も目で、もう昨日倒れ込んでいた方ですね。もう6万円、もう生活保護期間なんとか捻出して、もう長年コツコツお金貯めていってのお金で、ああ、もう様子見ながらですね、棄却されるかもしれないっていうのはあるから。あとは東山さんやジャニーズでまで残って仕事をしようとされてる方たち、まあ会社名はジャニーズから変えると思うんですが、もともとジャニーズってジャパニーズのパートって名前でしょう。もうその時点でふざけてるから、あんまり良い名前の会社じゃないっていうのはまず間違いないんですよ。ジャパニーズ、つまり日本人。それと TOKIO さんの時にはっきりしましたけども、TOKIO さんの時に楽器とか演奏を始めたじゃないですか。その SMAP とか KinKiKids の頃に、まあ、KinKiKids の2人もどちらかがギター弾いたりできましたっけ？基本的に楽器扱えなかったら話になんないんですよ。で、踊ったりしてる時間があるんだったら、作詞作曲の勉強をしたりだとか、詩書いたりだとか、楽曲を作る。これしなかったら無理だと思うんです。踊ってる時間が余計。だから、そのモーニング娘。の頃とかも、1998年ぐらいの頃に、その雇用云々の話とかもしたんですけども、昔、おにゃんこクラブっていうグループがあって、やっぱりすぐ消滅してるんですよね。で、正直ね、若い人たちの勘違い込みで売り上げが成り立ってる部分があるんですよ、音楽業界って。ある程度年配の方たちになると、あんまり曲聴かなくなるでしょう。それから年齢差があって、若い人たちとあんまり、こう、なんて言うんですかね、その辺のところ僕は曲のクオリティとかを見て判断してるんですが、それはホームページ荒井圭介の履歴の、65番の近く、64番と65番に番号なしでいろんなバンドとかいろんな方たちの、曲にアクセスできるようにしていて、自分なりの感想とか、述べています。そういったところを見てもらったときに、ジャニーズの曲と比較したときに、明らかにジャニーズの方が劣ってるでしょう。これはもう本音で、ジャニーズの人たちのためも思って、誰かが言ってあげた方がいいと思うんです。いずれの問題なんです。テレビの、要するにマーケティングでジャニーズはどうにかしてたんです。それプラス、ジャニーズジュニアという存在をたくさん月謝払ってもらったから、次々テレビにデビューをなし崩しで行っていって、負債を抱えていった方なんです。だから今、社長を、社長は東山さんに変わりましたけども、ジュリーなんとかという女性の方がまだ株を100%保有なんですけども、負債を100%持っている状態なんです。あなたの責任でどうにかしなさいよっていう状況の方ですね。で、そこから逃げれない。これが経営者の立場なんですよ。で、これも正直に言いますよ。どこの会社ももう大体同じような状況です。例えば私の家の近くにあった阪神物流センターの伊藤ハムさん、そこでもちょっと働いたことあるんですけども、ここ10年以上前に倒産しています。全国紙の新聞で放送されていて、で、建物がね、解体されないでほったらかしになってるんですよ。
だから世界的に先進諸国はどこも少子化になってますので、どこの事業も根本的に無理なんですよ。なのにテナント募集で新しく IR、つまり複合施設を作ってしまってますよね。タルミックの方もそうですよ。そのスナックとかの方も。だから仕入れまとまってるから、もともともうハーバーランドとか作ってしまった方だから、そこにね、例えば、上着とか買いに行くんだったらそこへ買いに行ったらいいの話なんですよ。三宮とか今あるところでね。で、上着なんかなかなか買わないでしょ、一回買ったら。まあシャツとか下着とか、まあ、靴下含めてね、肌着とかそういったものは消耗品ですから、スーパーマーケットに並んでるでしょ。あんまり買いに行く必要がないんですよ。だからその建設業界の暴走を止めれる人間が議員にならなきゃならないのに、話がまるっきり物事が正しい方向に動いてないんですよ。議会含めて何にも変わってないんです。阪神・淡路大震災があったのに、神戸市で何してたかって言ったら、サッカー界の神戸ウイングスタジアムを作ってたんですよ。みんなの税金で。サッカーのスタジアムは全て国民の持ち物です。みんなの税金。例えば、浦和レッズは700億円超え、土地代、建物代込みで。それは遊歩道の部分までそのスタジアムというみなし方をします。それしなかったら、遊歩道を広く開けないような形で作ってしまう人たちが出てくるからです。明石歩道橋の事故とか、この間のイデオンでしたっけ？韓国の方の、事故。あの人間が押し合いへし合いになって狭い通路ね。もうああいう状況になったら、一番、中心から離れているところの人たちが順番に離れていくしかない。そうじゃなかったらもう中央部にいる人たちがもうどうしようもない。みんないろんな方向から押し合いへし合いになってるから。で、それを現場に行って誰が指示出すのの話なんですよ。その場にいる人はもうそれすぐに理解して、もうみんな引き返した方がいいって大声で言ってあげるしかない。お、みんなで、本当に。手前の方から引き返せる人からって。だからそれがあるから、スポーツとかのスタジアムたくさん人が来る時があるから、遊歩道までスタジアムの持ち物なんですよ。結局みんなの税金。スポーツ界なんか本当はすぐに破産。スポーツ界だけなぜ横領事件が許されるのっていう話になるんです。野球ぐらいですよ。野球部の一部の球団だけ、球団が、球団か、もしくは別会社も、大元たどった同じ会社なんですけども、固定資産税しっかり払って、で、法人税払って、23%の方ですよ、法人税。大体23点何パーセントとか、それはちょっとご勘弁してください。自分で調べてください。法人税、インターネットで打ち込んでもらったらわかると思いますので。資本金によって違うんです。あと、いろんな立場によって。で、その建設費用の返済、それを球団が固定資産税払いながら、法人税払いながらできるかって言ったら、サッカー球団全員アウトです。できないです。破産です、すぐに。みんなの税金使ってサッカーで金稼ぎさせてくれって言ってたのがサッカー界であって、誰かはこれ本音で言うしかない。だから最近だったらバスケットボールが B リーグという形で24チームも出来上がったでしょう。で、今日本全国で体育館がもともとあるのに、11カ所で新しい体育館を建設しようとしている。それで税金数百億円絶対なくなります。あ、そこまで行くとわがままの塊なんですよ。で、大体最下位のチームとかで応援に来られてる人たちは、選手の家族とかで、まあ交通費とか自分で払って。あまりいいことないんですよ。最初から無理あるから。だからサッカーはもう最低、12球団リーグ制にしなかったら、どうせ順位云々でお客さんは来なくなるから、最後の方、まあ中間ぐらいからそうですよ。だからどのようにして返済するかなんですよ。
一応1試合するごとに数百万円払ってスタジアム借りてるよって、それはサッカー選手の方たちが言えるかもしれませんよ。だけどもね、本当は固定資産税の方でしょって、球団所有で。そんな数百万円払っていって、数百億円返済できるわけないじゃないですか。解体費用とかも自分たちで本当は出さなきゃならないんだから。その70年後とか80年後になった時ですよ、新設されたスタジアム。だからもうか、老朽化したスタジアムも、それ解体しても何も作らなかったらいいんです。他にあるスタジアムがあるから、残ってるから、もうたくさん作った方。で、南から順番に巡業、複数本拠地制度。それで各球場で自分たちが借りる時のお金を支払って、ある程度の作り方、芝生の、座席のない芝生の球場、ああいったところは、借りる時のお金が安くで済むんです。で、南から巡業していけば、お客さんもナイターの試合寒くない。ね、お客さん来やすいでしょ。で、夏場は北海道とか東北の方で試合をする。涼しいでしょ。まだ南の方と比べたら。南の方と比べたらですね。まだ薄着でなんとかなるでしょ、応援する方も。で、あんまりスタジアムとかで飛び跳ねるのはやめてください。あれされると人間の重みで何千トンってありますから、何万人もお客さんが入ると。まあ何百トンはまず間違いないです。だからスタジアムのもともとコンクリートの部分とかの重みがあるから、それでいいんです。何千トンで。みんなが飛び跳ねるでしょ。震度1を計測してるんですよ、あの状態って。もう測りましたから、何年も前に。テレビのニュースでも何回も放送してもらいました。それをするから早く建物は老朽化して解体しなきゃならなくなるんです。その時にもお金いりますよ。エネルギーも消費されますよ。エネルギーの残存量問題、何回も言ってます。みんなも賢く動くしかない。だから、コンサートホールなんかも作るべきじゃないし、ライブ会場も含めて、もう今あるところがなくなったらそれで終わり。もう少子化進んでるんですから。まあ、KinKids の2人も、まあ、フジテレビ系列で番組一つ、レギュラー番組持たせてもらって、まあ、ああいうふうなことしなかったらね、知名度ってなかなか上がらないんですよ。で、そういうふうなものを見てる人たちが、お客さんのコアになってね、コアっていうのは核、中心。その人たちが自分の友達とかに見に行こうよとか誘ってくれるから、ライブ会場とかコンサート会場が埋まる。だからどちらが努力してるかって言ったら、やっぱり僕から見たらバンドマンの方が努力してるように見えますね。固定の番組のレギュラー番組なんか持たせてもらってないでしょ。その分何頑張ってるかって言ったら歌詞と曲だったんですよ。なクオリティはやっぱりバンドマンの方が絶対的に高くなります。時間を費やしてるかどうかと、あと無駄な動きしてるかどうか、踊ってる暇あったら楽曲の、演奏のレベルを上げるか、ね、新しく曲を学ぶか、それしなかったら無理なんだから。どっちにしても、競争があって、娯楽の世界も、まあ、飲食業もどこもそうですよ。みんな競争だから、すぐに新しい人たちがデビューしてくるでしょう。その時点で、音楽業界もね、例えば、昔で言うと、グレイや、ラルク・アンシェルや、ビーズの皆さん、ああいった方たちに、自分たちの、とっておきの曲とかを提供してね、それによって売り上げに対しての2.5%をいただくとかね、総売り上げの、その曲の総売り上げですよ。2.5%もらうとかね。だからもともと販売力があるところにさらに良い曲を渡せば、大した売り上げが出てくるじゃないですか。だからその方が本当は安全なんだと思います。変に自分たちでバンド活動するよりもね。で、その人たちが、後の世代の人たちの、このバンドマンが、引き継いでいくんだみたいな形で育てていく。もともと X の、YOSHIKI さんとかが、グレイの皆さんとかを発掘されたんですよね。一応そういう話で当時の雑誌では書かれていました。
ただ X ジャパンの人たちももう今僕思い出しましたけども、ライブ中にトシさんの方が余計なこと言ってしまったんですよ。マイク握ってるから。ライブ中に絶対余計なこと言わない。集団でおかしなことをしてしまってるんですよね、ライブ中に。で、それで一回社会問題になってるんですよ。それよりも私が言ってるのは、音楽業界の方たちでね、ライブ中にお客さんに余計なことを言わないこと。脱げうんぬんとかね、絶対言っちゃダメ。本当に脱ぐ人いるから。わかるでしょ？絶対しちゃダメなことって。公然わいせつ。刑法。あとライブハウスとかの立ち見の席のところは、お客さんを煽らないこと。それすると押し合いへし合いになるケースがあるのと、あと、まあ、どこのグループか言いませんけども、神戸チキンジョージ、まあ、男性バンドなんですけども、照明器具をよじ登り始めましてね、まあ、ジャニーズの皆さんも聞いておいてくださいね。絶対これしちゃダメだから。照明器具を登り始めて、お客さんを煽って登ってこいよって言ったんですよ。そしたらお客さんが本当に登り始めて、もう大体女性、男性のバンドに見に来るの女性が多い。まあ男性ももちろん見に行ってるし、僕も男性ですよ。僕はね、実は今まで女性のライブコンサート行ったことないんですよ。ブレイクアウト祭りとか違いますよ。ブレイクアウト祭りっていうのは昔あって、アマチュアの男性、女性問わずいろんなバンドが集まって、まあ、自分たちの楽曲を演奏すると。それを皆さんに見てもらって、まあ、誰がメジャーデビューするのにふさわしいのかっていうような番組なんですよ。もう言ってしまえばそういうことですよ。いろんな意見が上がってくるから。で、そのもう状況はね、後からはもう笑い話にもなるんですけども、その現場地獄絵図みたいになってましたから、そのボーカルの人間がね、登ってるんですけども、高さ5メートルぐらいのところ、そこへ向かって女性とかが登り始めて、手前の人間が登ったら後ろから前に詰めてくるでしょ。そしたら登ってる人降りれないんです。で、ボーカルの人もみんな降りて降りてって途中から言い始めたんですけども、もう後ろの人間が順番にもう手前に引こうって、誰かがスピーカーで大声でもう演奏止めて、大声で誰かが言わなかったら、無理だから演奏してたら声が届かないから、演奏止めないと。バンドの人たち、まあ、ジャニーズの人たちも、もしそういう局面が出てきたらすぐに演奏止めること。ね。大事故とか起きてるところは起きてるから。ジャニーズグループだったのかな、その、羞恥心とかいう歌を歌ってた3人組の人たちの場合のケースは、夏場に野外で、日中だったと思います。ライブイベントを開いて、まあ、コンサートでも同じです。熱中症でバタバタと何人か倒れて救急搬送。だから、それはもう自分たちで、もう夏場にね、日中なんかしちゃダメだと。夜じゃないとダメだと。直射日光、直射日光、全然違うから、昼と夜。で、できれば、東北、北海道とかで行うと。だから、富士ロックフェスもちょっと考えものだなっていうのはありますね。時期、行う。それは夏休みの方が学生さんたちが来やすいっていうところありますよ。だけども、そこはもう冷静に大人の判断でしょう。で、あんまり大きなイベントを開くと、各地方の方から人が来るでしょう。そうじゃなくて、バンドマンや、まあ、アイドルでも同じなんですけども、自分たちの方から各地方を回ってあげる。大阪で、大阪城ホールっていう大きい方のホールですよ。2つあるんですよ、大阪城ホールって。小さい、1000人か2000人しか入らない大阪城ホールと、1万人以上入る大阪城ホールは全然違いますから、インターネットで検索しちゃうとそうなるんです。両方とも大阪城ホールっていう名称ですから。だから、隣の兵庫県で、その1週間後にね、
ライブとかを行うとか、それも神戸国際会館だとか、チキンジョージとか、まあ、ワールドキネホールもありますけども、まあ、大阪のその規模、例えば1日ぐらいにしといて、大阪府とか、まあまあ正直ね、兵庫県でも尼崎っていうところとかは大阪のすぐ近くだから、そういったところの人たちは距離近いから、見に行ける人は見に、まあ好きでね、任意で見に行ける人は見に行ったらいいと思うんですけども、ある程度距離空けてね、巡業してあげなかったら、交通費でみんなのお金なくなるでしょう。で、海外から日本は、例えば2012年で言うと、石油を15兆円以上輸入していて、石炭が、2兆9000億円ほどで、ガスが7兆5000億円ほど輸入してるんです。で、ウランとかプルトリウムとかは比較的まだ値段は安いんですけども、ただし原発とか建設費用で超いってますから。その1号機、2号機とか3号機とか4号機とかね。まあ、最初の1号機は初号機って呼ばれていますけども、原発。いかにね、その交通費とかでお金を失わないで、各アイドルやバンドマンの方が各地を巡業すると。こういった形によって、まあ、みんなの移動距離が縮まる、エネルギーの損失が縮まる、その分お金が回りやすくなる、こういうことなんですよ。まあ、地元に来た時に見に行けばいいという感覚ですね。だから僕もね、一回大阪の方にシャズナというグループのものを見に行ったんですよね。ブレイクアウト祭りも見に行ってしまった方ですね。だからその頃はね、うん、大阪ヒルトンホテルで勤務する前ぐらいの頃で、あんまりその辺のことを深く考えたことがなかった頃ですね。もともと巡業してるのには意味があるので、ただ各都道府県ね、ホームページ、淡井圭介の履歴の100番台のところで、まあ、都道府県別の人口とか、サッカーをね、複数本拠地制度とかで、それ人口、まあ、数年前のデータですけども、各都道府県の人口を載せてるんですよ。それがあったらね、そこの都道府県に行った時に、どれぐらいの規模の、ライブハウスを借りて、ライブを行うのか、コンサートを行うのは妥当なのか、それを何日間続けるべきなのかっていうところが、それでわかるんですよ。人口規模で。あんまり年配者の人たちってライブ来ないでしょう。若い人たちのライブ。だからテレビに出演することによって、まあ、もともと知ってた世界に戻ってくると思いますよ。テレビに出演することによって知名度が高まる。で、曲とかを聴いてもらう。それによってライブに来てもらう。曲を買ってもらう。もしくはレンタルしてもらう。まあ、レンタルショップで CD 置いてるところ置いてますから。で、CD 買う人は買うでしょうし。まあ、インターネットからダウンロードされる方は購入されるでしょうし。だからまあ、その辺のところをうまく事業の整理はつけれるのかどうか。その、まあ、報道ステーションとかでは、これはケチをつけてるんじゃなくて、まあ、大越さんが最後本に言ってたのが気になるのは、ジャニーズという巨大なファンを抱えているっていう話をされてるんですけども、実態全部社会に公開した方がいいと思いますよ。で、これはね、ジャニーズの規模を縮小はもちろんするべきだという考え方なんです。私としてはね、どうしても無理があるから、人数的にあんなにたくさんグループたくさん出てきたってお客さんの取り合いになるから無理だから、本当に。で、次々問題発生するでしょう。だから
さっき言った方法、だから一つのグループに曲を提供して、その曲をその売り上げの2.5%、だから曲の場合は曲の販売プラス動画の再生回数で入ってくるお金の2.5%。ライブのところをどうするのか、その曲を歌うのかどうかで、12曲歌うんだったら売り上げの12分の1だとかね。それだったら、曲書きながら生計なんとか立てれます？それでも無理ですか？そうなんですよ。今作って楽曲を提供する側の人が、本当に年収、例えば300万とか400万とか、はなんとかなる。できます？できそうですか？でね、クオリティが高くないと、やっぱり新海誠監督はもうラッドウィンプスさんに任せてるんですけども、そのシステムであれば、あらかじめストーリーがどういうようなものか、まあおぼろげでいいですよ。ある程度でね。で、それに合わせて、まあ曲を作ってこられた方を、ラッドウィンプスさんの方で受け入れて、採用させていただいたのなら、これだけのお金を支払いますだとか。ただ、ラッドウィンプスさんは作るだけの技術をお持ちでしょうから、まあ会社、本当はね、会社という組織で、例えばソニーミュージックとか ABEX とか大手にみんなで集まってね、その辺を本当は、仕事としてなんとかできるような形にしたい。やっぱり効率化が求められるでしょう。だからライブ、どこの売れてるバンドとかアイドルがいつどこでコンサートを開いてだとか、これ結構あると思うんですよ。そこの地域のお金の流れ、一月のお小遣い。すごい売れてるバンドとか、その瞬間瞬間のアイドルとかが、1万人以上のライブを開催するでしょ？そこの地域で、ね、例えば、一月の間に10回を超えるような形で。それはそれで埋まるの無理でしょうって。時期ずらさなかったらって。お小遣い、一月の。そういう部分で、みんなでね、一つの会社にまとまったら、効率の良い動きができるんですよ。で、現実的に、もう我々はこれだけの人数抱えてるから、もう無理だっていうことを、しっかりとね、言ってあげること。その、ジャニーズジュニアっていう形ではもう受け入れられないと。で、その大元が、その、音楽大学とか行った人たちでそうなっているのか。もともと何が悪いって言ったら盆踊りが悪いの話になるんですけども、最初に踊ってたのは誰って言ったら盆踊りしてる人たち。町内会とかでお金集めました？国からのお金、GoTo トラベルキャンペーンって昔ありました？ね、行政通して GoTo トラベルキャンペーンなんかなかったとしても、例えば徳島の阿波踊りしてる人たちが神戸祭りの時に自分のポケットマネーで旅費出しました。結構かかりますよ、宿泊費用も込みだと。それとも一日で帰ります、踊って。それ結構難易度高いですよ。あらかじめ着替えて、場所借りて、借りるのにお金いりますよね。で、自分たちの出番が来るまである程度の時間かかりますよね。で、踊りますよね。で、その着替えてたところに戻って、服着替えて帰った頃には、もう夜代も遅いですよね。一泊されます？そのお金誰が出すんです？国の税金？無理です。もう行政がそれしてしまったんでしょ、何回も。で、それをやめようっていう話でもうテレビで放送、今まで何回もしたじゃないですか。で、国会議員の人たちで、その辺の事情よく分かってない人たちが GoTo トラベルキャンペーンとか開いてしまったんでしょ。無理だから。で、アイドルとかも GoTo トラベルキャンペーンを使って、まあ、バンドマンもそうですけども、各地を巡業していました、国の税金使ってましたっていうことがバレたら、それも僕の方で言うし、それ違うでしょっていうことで。
民間は国からの税金の投入はなしですよって、特にテレビとかはって。だって本当に1万人とか埋まってる時あるんだから、会場でね、それ数千万の売り上げあるでしょうって。1000万は超えてくるでしょうって、売り上げ。まあ、一応それでね、チケットピアとかにそのお金払って、コンビニとかでそのチケットが買えるようにしたりとかで、あれシステム代とかでも向こうは向こうでお金かかってるから、それはチケットを販売流通ルートに流すときに、それはマージン取られますよ。それはもうしょうがない。その分の部分あるし、警備員何人かつけたら、それだけの人件費かかるし、そのアイドルとかの人たちも巡業するのに交通費と宿泊費がかかるんですから。まあ、どのような方法がね、一番いいかっていうのは、まあ、僕の中では出来上がってるんですけども、だからそれでね、ゲーム業界だったら海外にもね、聞いてくれる人が出てくるかもしれない。日本の得意産業はゲームでもあるんだから。なんかそこでのタイアップとかアニメとかね。宮崎駿監督の「ゲド戦記」と「君はどう生きるか」に関しては、もともと両作品とも、まあ、海外の作品ですよ。それをアニメ化してるんです。だからそこはウィンウィンの関係で、まあ、その国との友好関係かもしれないし、日本日本のアニメのその流通マーケットに向こうとしてはね、載せた方がお客さんが来る、そのパーセンテージでいただくんであるのであればね、個人の権利ものは2.5%です。だから巨大な販売力のあるところに託した方が売り上げになるでしょう。まあ、こういう内容、音楽業界の方たちもそういうことを、まあ、若いうちからこういう動画を見ていただいて、勉強していただいてね、まあ、あとは著作権法のテレビ出るんだったら、音声とか画像はその人の権利ものであって、それは自分の自社の会社の人たちでね、契約されてる方たちに聞いてみた方がいいです。これはテレビ局に売却した方ですかと。それとも自分たちの会社で保有してるんですかって。だから、まあ、バンドで昔僕は若い頃、黒夢っていうバンドの人たちがいたんですけども、バンド名まで売っちゃったみたいなんですよね。で、それをもう一度黒夢というバンドの名前で本人たちが復活するときに、インターネットで黒夢、ウィキペディアで調べてみたらわかりますよ。その辺載ってますから、もう一度自分たちでお金払って黒夢っていうバンド名を買い戻ししてるんですよ。仕事の絶対数とかも覚えてもらわなきゃなんないし、じゃあパートアルバイトの方に回って、老後の時の年金ね、年金がその2000万ほどかけれてる状態まで持っていけるかって言ったら、無理でしょう。もともとそういう社会なんですよ。で、さらに余計な仕事をたくさん作られていて、それをなくしていきつつ、太陽光パネルの、設置でね、屋根の上を明け渡すっていう法律を作ってもらって、国会の方で。それさえあれば、電力会社の方で太陽光パネルを貼り付けていけるんですよ。屋根の上を無条件で、強制的に。使う方はいつも通り電気使っていればいいんですよ。で、あとは、曇ってる日と晴れてる日と雨の日があるから、その河川水門化へ式ダム発電と地下水流トンネル発電。地下水流トンネル発電は琵琶湖ですよ。琵琶湖から日本海に向けて、ストレートのトンネルを作って、巨大な水圧でね、水が流れるでしょ。そしたら回転扉が水圧で押されて回るでしょ。それによってタービンを回すんです。タービンを回すことによって、金属と金属の摩擦によって、静電気によって発電してるんです。火力発電所とかも同じですよ。コイルを、タービンを回してコイルで電気を回収してるんです。コイルとは、銅とかです。まあ、銅ですね、基本的に。基本というか、銅以外まず考えられないです。まさか金使うところないでしょう。電気の通電率は87%ぐらいで銅が。金も同じなんですよ。だからね、
まあ、そういうのをね、解体キングとキングダムっていう NHK の番組で、また同じものを放送していただいたりしてるみたいですね。まあ、せっかく収録したんだからっていうことで。あ、何年前の VTR かはもう僕の方でもわからなくなりましたね。まあ実際ジャニーズの人が現場入って撮影してるところは大体、あ、最近解体に行ったんだなぐらいでしかわからないんですよ。で、ただし、ある程度顔作りとかいろいろあるでしょう。だから、何年の何々ですとか言ってもらわなかったら、後からテレビ見た方、見た人たちは何年に解体されたかがわからなくなるんです。太陽光パネルの屋根の上をね、全面的に明け渡す法律さえ出来上がれば、生産と運搬と取り付け作業、取り付け作業で9万人ほどの雇用になってくると思いますけども、あと生産と、リサイクルと運搬、まあ、あとは管理関係ですね。どこの家に、太陽光パネルを取り付けて、それが何年っていうのを各市や大きい市だと各区があるから、各区で分割して管理して対応、それをしなかったらもう20年後その人が覚えてるかどうかわからないでしょ。だからその専門の部署を作って、太陽光パネル新しいものを設置したら20年経過したら交換しましょうとかね、もう何年で交換なんかわからない。僕も太陽光パネルをずっと保有してたわけでもないから。で、これ途中で壊れたんです。バッテリーのところに雨が入り込んでしまうと、そのコンセントを差し込んでいてね、精神病院に連れて行かれた時なんですよ。太陽光パネルを外に出していて、iPad に、充電できるような形でね、バッテリーの方とつなげて、そしたら、ショートして iPad、雨が降ってね、普通の雨とかだったら太陽光パネルどうにもならないんですよ、このバッテリー付きの状態とかでね。で、iPad も壊れましたし、修理費が3万9千いくら。で、もうこの太陽光パネルもバッテリーの方がもう故障したから、もう太陽光パネルとして機能しない。この差し込み口のところが、そのバッテリーを通してるから、まあこういうところがね、開けたら、まあこういう差し込み口があるんですけども、USB タイプなどですね。もう、どうしなきゃならないかっていうことは分かってるんですけども、だけども物事が前に進まなくて、まあ僕の方も今苦しい立場だし、まあ、東山さんの立場も苦しい立場だと思います。これが最後まで会社に残ってきた人たちのほぼ全員がたどる運命でもあるんですよ。だから中間所得者層ぐらいがいいのかって考えてたら大甘で、まあ課長とか部長とかある程度、まあ出社でもそうだけども、訴えられて裁判所に出される時は出されますよ、本当に。まあ話長くなりましたけども、まあ東山さん、まあ頑張って乗り切ってください。で、表舞台から消えて、まあテレビに向かって言う方法でね、東山さんも隣の部屋とかに入り込んでる人間とか注意してくれたりしてたみたいなんですけども、もうみんな余計な動きしないこと、普通に会社に入って、そこの会社の仕事を覚えること、ノートをつけて、家帰ってから1時間、2時間の自主勉強の時間作らなかったら無理。で、休みの日を休みの日としてはっきり分けておくか。そうじゃなかったら今度リラックスする時間とかなくなるでしょ。で、休みの日まで全く遊ばない人になってしまうんですよ。仕事ばっかりしてしまうとね。だから今度そういう人になると、むちゃくちゃなことをね、自分の社員の後輩とかに言い始めるんですよ。で、長時間労働の1月300時間を超えるような長時間労働とかさせるような世界が始まり出すんですよ。それは
かなりの法律違反です。一月の労働時間は上限は220時間ぐらいです。それは割増賃金付きですよ。180時間ぐらいだと思ってください。一月の労働時間ね、そこを上限超えたら、割増賃金付き、まあ、本当は1日1日で見るんですけどね、まあ、1日の労働時間が7時間45分か8時間かのどちらかですね。だからサブロック協定だの何だの話とかもあるから、何回か労働基準局に聞きに行って僕それで答え得たんですけども、その内容をパソコンにしっかりと残しておきゃよかったんですけども、打ち込んで筋肉もコース引っかかるでしょう。だから先進諸国どこも少子化だから、無理があるのも無理があるし、ただし全く方法がないかというとそういうわけでもない。新海誠監督の映画君の名はに関しては、あれはまあ世界的に最終的な話ね、隕石の落下に関してはあらかじめ呼びかけて緊急避難、地球全体を電波でそのつないで巨大なレンズに見立てて遠方の方を見るっていう方法は、僕はコンピューターが介入してるからどこまで信じていいのかわからないっていうのが僕の結論なんです。人間が間違えたらコンピューターも間違いますから。だから大きな望遠鏡をせっかく作ったんですよ。天体望遠鏡のあのこんなねドーム型で山の上の方にせっかく作ったでしょ。だからそこで観測してる人たちとかに見てもらうしかないんじゃないですか。あとは衛星、宇宙空間の衛星、ただし衛星同士世界各国で協力しなかったら間に雲が張っていたら電波そこで遮られるんじゃないですか、分厚い雲とかだったら。だからその雲を迂回するような形で、例えばアメリカの、衛星と中継して角度的にその距離どう本当にできるかとかわからないですよ。で、もともと海底ケーブルで情報をつなげてるんですよ、いろんな国で。あんまりあの空の衛星なんか当てにしてませんよ。あんなの宇宙空間で大した電力なんか生み出せないこと分かるでしょ。強い電力がなかったらたくさん情報を送れないんですから。 99% は海底ケーブルでいろんな国につなげて情報交換してるんです。だからこのインターネットの世界もインターネット記事とかもういらなくなったものを削除する人たちのチームを作って削除しなかったら、世界中ずっと大きなコンピューターを作りっぱなしで、海底ケーブルをどん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 増やしていかなきゃならない。アメリカと日本というあのとんでもない距離を本当に海底ケーブルでつなげてるんですよ。それで情報を流してるんですよ。3本今もしかしたらもう増えてるかもしれない。分厚い、まあ、分厚いというかすごく太い海底ケーブル。台湾と中国とかもそうだし、日本は中国ともつながってるし、韓国とかもうお互いもう世界中海底ケーブルでつなげてるんで、そうじゃなかったら情報なんか送れないから衛星じゃん。ちょっとした情報しか。いや、そういうこと僕のホームページに記載してますし、まあそれこそね、動画の再生回数が増えればね、あの質疑応答で皆さん聞きたいことがあったら僕に聞いてくださいみたいな形でライブ中継できるでしょうし、まあ、それで皆さんにお答えしたいですね。そうじゃなかったらどのニュース見たらいいかわからないでしょう。本当のことが知りたくてもみんなそこで挫折してしまうから、もう今もどこも新しい 99.9% の事業は新しい店を開業させるべきではないなんですよ。今せっかく作ってしまった設備を老朽化して、ボロボロになるまで大事に使うなんですよね。土地が空いたらそこに中古車置いてりゃいいんです。余るから。高齢化社会でもうほったらかしになってる中古車屋で倒産したところで、ほったらかしになってるところも岡川駅のすぐ近くにありますから、歩いて15分ぐらいで有馬神社っていうところ行くまで、街の中の駐車場でも
これも10年以上ここに泊まりっぱなし、ほったらかしになってるわ、この車って。もう見たら分かるんですよ、後ろが。後ろの後部の方が、まあ、亀裂入っていて、壊れていて、ぶつけたんでしょうね。で、ボンネットの上とか、まあ、車の屋根の部分ですね、もうペンキが剥げていて、もう誰もこんなもん乗ってへんやろって、そもそもこの、所持者自体がもしかしたらね、もう僕が若い頃に働いていたフルーツラーパークの頃からもうあの車いらないんちゃうかみたいな話していたような記憶はオール上にあるから、もう25年ほど放置してるのかもしれない。わからないですよ。っていうことは、もうお亡くなりになられた方の車ほったらかしになってるんじゃないですか。こういうの結構あるんです。だから行政の誰がそれ管理するのって。見ました？そんなこと管理してくれる人。見たことないでしょ。まあ、海外から鉄鉱石輸入してるぐらいだったら、自動車メーカーだって、ね、暇な時、そういう車を分解して鉄工所に売却すればいいんですよ、金属を。買い取ってもらえますから。ただし、あまり高い値段じゃないですよ。高い値段で買い取り始めると、金属盗む奴らが存在するから、買い取り屋はそんなに高い金額で買い取ってくれないです。それを鉄工所と話しつけて行うかですね。だからそこは車屋さんが、各大手自動車メーカーの企業の人たちが自分たちで販売した車種だったら自分たちで正確に分解できるでしょうから、金属の仕分けまで行ってね。ここのパーツの部分はこういう金属、ここのパーツの部分はこういう金属っていう金属の仕分けができるから、それしてあげたら鉄工所さんも、ああ、そういった金属なんですね。で、加工しやすいから。だからその辺、知恵工夫、アイディアでどうとでもなるんですよ。貿易輸出入で。その金属を使って、河川水門回帰玉発電の、その水門を作ってもいいでしょうし。